え皆さん、こんばんは。ただいまの時間は18時の半過ぎなんですが、もうすでにあの、コミュニティ欄の方にはね、写真は出したんですけど、夕飯を全然足りないんですけどね、食べ終えて、ちょっとね、外に散歩にして、また戻るんですけどね、9時消灯なんですよ。まあ9時消灯でもお前もこう、YouTube 見たりとかしてたんで、まあいいんですけどね。で、実際ね、 あのここら辺に石がいるんですけどねあのまあドクターにこう聞いたらい最初そのお盆に突っ込んだ時が1 5センチ近くあったそうなんですまあ、正確には1 4 5センチこれぐらいあんのかな1.45で、えー、前のその術後の MRI で、えー 取った時きに、その、まあ、前のが8月の後半だったから、またひょっとしたらでかくなってる可能性もあるんですけど、まあ、痛みがないからでかくなってても、まあ、めっちゃでかくはなってないと思うんですよ、前よりね。で、ただ今現在っていうか、その、手術して、えー、手術っていうか内視鏡突っ込んで、えー、そっからこう、あと、えー、1.2ミリぐらい。 1.2cm1.2cm ぐらいまだ残ってるそうなんですね結構でかいんですよねなんでその十二指腸からその膵臓とかに向かう相対艦ってところの入り口からやっぱポロッと取れない可能性がね結構高いみたいでお話だけ聞くとそうなるとまあお腹開いてって 取り出すってことになるんですけど、それがね、やっぱりこう、まあ、そこはまたご相談して、なんとかしようと思ってるんですけどね、まあ少なくてもあのちっちゃくはなると思うんですよ。また削る感じでね、小さくはなると思うんで、まあ、ただ、あの、まあ、今日は朝と途中1回出して、これ3回目になるんですけど、前の時もあまりその、 術後の経過が良くなかったのもあって、まあ、鎮痛剤のその量の次第にはなるんですけど、やっぱり発見とかがね、強くなると、まあ2、3日は前もぐたーっとしてたんでね。まあ、そうなると、あの、今、どうも室内から、こう、どっかいいとこにいいかなと思ったんですけど、うん、あの、前取れてたとこがなんか物置になってるから、そこから取れないんでね。まあ外に来たりすると、 ま、動画自体は出せないと思うんです。ということで、あのー、コミュニティラの方、ちょこちょこ使ってね、あの、皆様に生存報告はさせていただこうかとは思ってるんで、あとあの、点滴を明日からここを突っ込むと、その点滴台をこう、持って、いろいろしなきゃいけなくなっちゃうと、やっぱりこう、外にもね、お散歩に来れなくなりますからね、 そういったことですいません。動画はひょっとしたら2、3日出せないかもしれませんが、あの、生きてることはコミュニティ欄にてお知らせいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ひょっとしたらまた検温とかに看護師さん来られるかもしれませんので、あまり長くいるとね、不審がられますんで、そろそろ戻ろうと思っておりますが、どうも、あの、皆様、あの、結構ね、東京夜も寒いんでね、 お風邪などくれぐれも召されないようお気をつけください。ということで、ありがとうございました。